さあゴーラーラス苔のように広がるアクション、ゴーラスクリーン、小松翔平。カレーの隠し味は僕が出るマイナスイオン、ゴーラスイエロー、寺島純太。制服に青春を捧げる海の色、ゴーラスブルー、熊谷健太。さあ今回の配信日は世の中的にはバレンタインデーですね。そうなんだ。わあ、今日なんだ。なんかそうらしいけどな。なんかドキドキしちゃうね。マジでこうやって引き出しとか開けちゃうもんね。まああんまりね気にしてないですけど、まあバレンタインらしいですよ。あ、なんか来た。え、何？なんか来た。なんか来た。何？これは指令だ。ゴーラス5への指令。本日はバレンタインデーだ。私からささやかなチョコを用意した。ただし簡単にチョコは渡さない。構成員も制服できるゲームを用意したので挑戦するのだ。では成果を期待する。全然口笛吹けてないね。ということで今回はスルーした、スルーした。とあるゲームでチョコをかけた対決を行っているね。どうした最後なんて言うの。終わるね。さあ、はい、ということで行うのはこちら。ピンポン玉を机の端から転がして反対側についているカップに入れるというゲームですね。これまあネットとかで話題らしくて、そうなの。まあよくね、私もショート動画とかで見たことありますよ。結構海外の人とかもこう転がすの、転がすだけでいいのらしいです今回は。へえ。まあ球技なんでね、簡単そうだ、難しいかもしれませんけれども、うん、いや転がす、まあまあいいよ。まあ1人5球5個、はい、チャレンジできるらしいんですが、なんか1個色違いますよ、最後の1球がこれで、あ、これが最後1、まあ、チャンスボールとして使っていいらしいです。得点が跳ね上がるそうですよ。へえ。ただしレベルごとにバレンタインデーの胸キュンゼリフを用意しているので、それを言わなければボールはゲットできないぞということで、レベル1が、5倍のボールをゲット、レベル2 10倍ボールゲット、レベル3 20倍ボールゲット、うん、ということになっておりまして、最終的な獲得ポイントで順位を決定します。順位に応じて狩猟からプレゼントがあると。もうこちらも発表しますけど、1位が高級チョコ、うん、2位がお手軽チョコ、3位が駄菓子のチョコ。はあ、まあ一応くれるんだ。じゃあやっていきましょう。はい、まあ、あのポイントがねいろいろありますけど、まあ、3狙いでしょ。地味にサイズが全部違ったりとか好きなんで、ああサイズ違うのか。入ったボールって取らずにそのまんま、あの1を狙った方がいいと思うね。そしたら両脇2と3だから、あ、ここそう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 、1にそのまま入る可能性もありますけど、しょうがないそれは。入っちゃったらしょうがない。じゃあ、はい、イエローの挑戦お願いします。いきます。1、1、2、いいですね。きた。全然狙いとはずれてますねさっきから。お、イエーイ、いいですよ。いい、いいよ。3行きたいな。3、4球目。あー、おー、ね、すごい。 6ポイント。じゃあ最後これね、ラスト。じゃあレベル3挑みます。お願いします。何が出るかな。レベル3だけあってね、難しいお題が、難しいお題あるということですけれど、さあ575で表現しながらキュンセリフ、バレンキュンセリフ、ちなんだキュンセリフ、バレンタインのキュンセリフ。久しぶりにちゃんとした制服チャンスですから。ちゃんとしたってなんだよ。ちゃんとしちゃって、いつも僕ら頑張っているじゃないか。決めちゃってくださいよ、はい、リーダー。じゃあいきますよ。それではレベル3、575に合わせてバレンタインのキュンゼリフお願いします。575、それだけじゃ足りないぜ。自由めちゃくちゃめちゃくちゃ。いきます。さあ最後に3、もう勝ちじゃん。レベル3 もう勝ち。レベル3は何でしたっけ。60点。なので66点。1位です。もう1位です。無理無理無理。だからもうこの時点でグリーン、僕らは、はい、もう最後の1球はレベル3を狙うしかない、はい、レベル1、2の選択はもうない、まあね、勝とうと思うなら、そうそうですね。
ゴーラス。じゃあ続きまして、ブルーいきますよ。じゃあブルーお願いします。最後320倍はもう絶対みたいな感じなんだ。そうか、イエローがじゃあ高級、うん、よっしゃ、いいや、まだ勝負終わってないから、モチベーション上げていこう。よし、行くぞ。よし、行け行け。お願いします。1球目いきます。ほっ、おー、いい、2点。これ意外と不思議な転がり方する。いやでも基本やっぱ3狙い続けないとな。球技得意ですから、ブルーは。これ球技って扱いなのかな。あー、曲がった。あー、でも2、いいですよ、4点。意外とこういう感じだった。3球目。あ、やべ。あー、おーっと、ここでガーター。ついにガーター。回転かー、むずいな。でも、でまだ、でも1を1回も取ってないから。そうですね、ここで3人入れ替えさえすればまだまだありますよ、1位のね。あ、やべ、ガター。おー、2連続ガター。飛び越すというパターン、珍しいパターン。これで4ポイント。まあちょっとね、1位はなくなってしまいましたが、レベル3しかない。でもレベル3しかないもんね。20倍を狙いましょう。レベル3、ジェットコースターに乗りながら。いいじゃない。俺ジェットコースター乗れないからさ、感覚わかんないんだよ。そうか、想像でやるしかない。ではジェットコースターに乗りながらバレンタインのキュンゼリフ、ブルーお願いします。上がってる。結構今こんなだけ。今こんなだけ。まあ、絶対絶対つやーだーだーだー。ちょっと本当に聞き取れなかったです。素晴らしい。ちょ、最後がちょっと聞こえなかった。なんて言うの。これも同じ、さっきと同じ。もう最下位確定じゃないですか。いや、まあ4ポイントということで、1でもいいから入れちゃえば。まあまあ、でもそんなね、そんな臆病者は。あ、まあ、ここから1位狙うのがグリーンだもん。もちろんそうです。ちなみにブルー、さっき最後なんて言った？強くなって守れる男になるからって。そんな言ってた？強くなって守れる男になるからって。うわーぞーみたいな。じゃあ最後ですね、3番グリーンのチャレンジしていただきましょう。よろしくお願いします。いきます。はい、これは、まあ、上げ方がわからない。迷ってるね。確かにこれ球技、うわ、球技苦手な人の投げ方だ。まあ、こうじゃない。多分手首だけでいった方がいい。手首だけでいった方がいい。手首だけで。そんなに強くない方がいい。うわ、球技はダサい。ダサい。グリーン、かなり力が入りすぎだ。これ無理じゃん。いや、ダサい。これは無理でしょ。いや、じゃなくて、そんなこんなんなんなくても、だ手首でこういかないと。そんな硬くなくていい。そうだけど、そんな、こう。ほらまだ俺だって2個外してる。いや、こっちの方がやりやすい。オッケー、それで行きましょう。まあ、とにかく何かに。そう、何かに入れればいいから。強い。ちょっとあれこれありマジックレーンみたいなやつ出てきた。まあでも多分普通に外れてたから。多分普通に外れてましたね、今の。強すぎた。だからね、軽くなっていいよ。軽くやった方がいいです。そう、軽くひょいひょいっていきます。あ、そうあ、わー、2。あ、もうコツ使いました。あ、オッケー。じゃあ外していくか。いきます。ガタンですね。マジックレーン。あ、いいじゃん。お、いい。おー、3。さあ、最下位ある。さあ、ここでさあもうやるしかないな。まあレベル3で3にしますか。いきましょう。私の弾いたものはミュージカル風に。いいじゃない。歌に踊りに大変な。それは結構伝えられるんじゃない。じゃあグリーンのチャレンジ、キュンとするセリフ、ミュージカル風です。お願いします。そんな遅くまで仕事しててどうしたの？会社なのか。そんな時にはこれ、甘いチョコ。現代劇だよ。食べれば頭脳回復。糖分大事だけどね。ミルクチョコレート。 CM か。CM じゃん。さあ、いきます。いけ、投げていただきましょう。何か入ればもう2位。何か入ればそうだね、うん。
ということで10ポ20ポイント か、 20ポイント23ポイント、3位がブルー4、3位がブルー4ポイント、2位が私グリーン23ポイント、1位がイエロー66ポイント。いや圧倒的。だってイエロー1個も外せないじゃん。それではもう今食べて、あ、食べていいんだ、ということですから、じゃあ開けて、ね、失礼いたします。駄菓子なんだ。これ駄菓子で、俺駄菓子の扱いなんですかね、今ね。あー、しっかりですよ、これ、ね、うまっ、懐かしい、美味しい、かっこいい食べ方。 Thank you。 さっき投げまだ CM 続いてました、ね、あ、これはもういいやつ、いいやつ。この箱にもう3個しか入ってない。うわー、いいですね。3個しか入ってない、いいやつ。じゃあ、あと、いただきます。うん、どうですか。甘いです。すごいその甘いですね。思いもね、こもってより甘い。甘酸っぱい。あ、ラズベリー系の。あ、なるほど、うん、なるほど。いいです。うわ、甘酸っぱいです。残りもいただきます。はい。ということで、今回は以上でございますがね。皆さん、いよいよバレンタインデーをお過ごしください。お。それでは来週もさあ、ゴールス。みしょこま。今日はバレンタインなので。デザートにチョコレートシフォンケーキを作りました。おお、すごいね。シフォンケーキはスイーツの中でも失敗しやすい方だと聞きますし、作るのは結構大変だったんじゃないですか。それがクリスマスにサンタさんからもらった高性能オーブンを使ったら案外簡単にできたんだよ。へえ、さすが高性能なだけあるね。いやー、こうして活用してもらえるとみんなで奮発した甲斐があった。木島さん。みんなというのは、あと今のは良い子のみんなのためならサンタさんも奮発してくれるんだなってことだよ。ええー、そうですね。いいプレゼントがもらえたのは青との日頃の行いの賜物と言えるでしょうね。それほどでもないと思うが、何にせよせっかくサンタさんがくれたプレゼントだ。これからもあのオーブンを使っていろんな料理に挑戦していこうと思う。うんうん、きっとサンタさんも喜ぶよ。楽しみだな。なんとかごまかせた。私も料理担当として後ほど九段のオーブンの性能を試してみたいと思います。それでは来週もさあゴラス。